わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部美術学科について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。芸術学部美術学科勝野誠教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。彫刻といいましても、いろんな表現があるんですね。で素材も様々 でそれを使った表し方もまたいろいろな方法があるんですけども、その共通するものといいますと、やっぱりこう感じる心を作るというのがまず一番大事なんですね。そして一番いろいろ変化をこうつかみやすい粘土という素材で、一番まあ身近な人間というものをテーマにして、1年生はまあ頭部ですね、頭をとか胸像とか中心に作るんですけども、あとは2年生になるともうちょっと今度大きく、全身像を今度半分にしたような大きさとか、あるいはトルソというようなテーマにしていきます。で3年生になりますと、しっかりした全身でいろいろなポーズを、座りとか立ちとかこう気に入ったものを選んでもらいまして作っていくと。で4年生になると、自分の中でより作りたいという形を探ってみたり、そして1年2年3年の中でまたいろいろな木とか石とかブロンズとかテラコッタとか、いろんな素材をテーマに作っていくんですけども、その中でまた経験を積んで最後にオリジナルの作品を作っていくと、そういう流れになっています。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。人間をずっと作ってきてきました。でなぜ人間を作ったかっていうのが、たまたま18の時に取り組んだのが人間だったんですよね。そこからちょっと離れなくなったということですね。最初作ったのが楽しくできたんですけども、それ以降がなかなかうまくいかないんで、それをできないからこううまく続けてきたっていうんですかね、それを繰り返してきたっていう感じで、そのうちいつかそれが逆転して、この人間をしっかり作ってみようっていう感じになってきました。でその作っていく中で分かってきたっていうのが、自分が育った風土っていうんですかね、なんかそれを見てるようにこう人間を見てるんだなっていうことを自覚して、人の形っていうのが、自然がこう存在しているように人も存在していけばいいなっていうのを、いつもそういうものに向かって作ってるって感じがしますね。でそこからやっぱり見方っていうのももっと素直にこうなってきて、人の形って本当にどうなってんだろうか、先入観を持たずに作れるようになったっていうんですか、それをまあ評価してもらったんじゃないかなって思いますけど。勝野教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。ここに天草っていうところがあって、そこに天草陶土っていうのがあるんですね。陶石っていうのがあって、それを粉砕して陶土にしている素材があって、これがとても日本の中でも大産地で大きなシェアを持ってるんですけども、あと品質もとてもいいっていうことで、それを人間にこう転用してみようと思って、ここに来てからはそれを素材にして、やっぱ人間もかけがえのない存在で、その素材と掛け合わせてみると本当にこう宝物のようなものができるんじゃないかなと思って作っているんですけども、それをこう手掛けて天草にあるその技術とか、そういうものが全く逆にこう取り込んでいってきたらいいなとは思っていますけども、その陶石自体扱いが難しいものですから、まず造形の方をしっかりしていけば、いろいろなその素材の持っている難しさっていうのも逆に取り込んでいけるっていうんですか、ですのでまずはベーシックなものを自分の持ったものを形にしていくっていう、そういう力を1年からしっかりこう観察して、その自分の中でどういうふうにしていけばいいんだっていうことを得てもらって、そしてその天草のその素材をにまた触れていったら、それなりの面白いものができるんじゃないかと思って、そういう流れの中では学生さんとその天草陶石に付き合うようにしてほしいなと思って、これからどんどんやらせていきたいなと思っているところですね。崇城大学芸術学部美術学科の活躍がますます楽しみじゃ。